どうもバロンザーマスです。はい、一旦ヤフオクに出させていただいたこの 190E ですね。その後取り下げて一回旅の旅行のお供としてですね、出張先までこの車で行ってですね、その後テストドライバーザーマスチャンネルのテストドライバーの小林さんに乗っていただくこととなりました。実はですね、コロナの影響でですね、試乗動画を撮る予定が2回変更になってまして、でやっとそれを迎えることができました。たまたまね、その日は豪雨に、ね、後で巻き込まれることになるんですけど、まあ、この際このまま走らせてみようということで走らせてみたんですよ。でそしたらこの車自身にね、一部問題点があることがはっきり分かりまして、そちらの方の追加整備の方も同時に行うことができました。小林さんのドライブね、のおかげでこうやって気づくこともあったので、なかなか雨天時走行させてないから、あれと思ったんですけど、ちょっとね、雨漏りしたんですよ。そのウェザーストリップの隙間から豪雨とはいえね、2滴ほど垂れてきたのを確認したんで、じゃあこれだけ変えとこうかと。まあそういったことも気づくことができました。本当にね、車っていうのは面白いもんでですね、もう完璧やと思ってもまだまだあるんですよね。で、それをまあ気づかせてくれるのはこのテストドライブになるので、あえてね、悪天候で走ったこと、逆にこの車にとってもラッキーだったんだなと思って感心してしまいました。はい、でこれがまあテストドライブの途中の話なんですけども、その小林さんが気づいてくれはったんです。あれ、なんか水が垂れたような気がするって言ってね、本当みたいな。で触ってみても水がなかったんですよ。で後でじっくり調べてみると、まあ、その運転席側のウェザーストリップの一部に、まあ、割れとか欠けとか破れはなかったんですけども、やっぱり経年劣化によるへたりがあったので、まあ、多分ここから水が溜まりまくって溜まった結果1滴ぐらい中に入っている。これは良くないということで新品に交換するという作業を行うことにしました。それとですね、柳瀬さんにも持っていくことにして、最後ちょっとねディストリビューターの湿気があるのかな、たまに1時間ほど走るとですね、雨天時に限り回転数少し乱れる時があるんですね。まあ、それも一緒に見てもらおうということで、この雨天のおかげで気づいたところ徹底的にやっていきたいと思います。でこれは今 Q の方ですね、最初からついてるウェザーストリップになるんですけども、この時点では止まってるんですよ。はい、で止まってて、いやどうやって水漏れたんやろうと思うと、このちょうど今白い部分ありますよね、もう一回後で出てきますけども、そこがね少し薄いんですね。これでここに多分水が溜まった時に、まあ内側に何滴か垂れてしまうことがあると。まあ、ちょうどエッジのかかっているところなので、この際交換しようということで、新品のパーツを手に入れました。もうこちら自分でやります。これは簡単でしてね、ここにピンがあって、ピンを外して、で、そのピンの後に、まあ、要は、これが外れないように、一本の棒が入っていると考えてください。で、その棒を抜いたら、ウェザーストリップを内側へ引っ張り出すことができると。これ一周回ってて、途中で切れているものではないので、そこが大変なんですけども、実は DIY で非常に簡単にウェザーストリップは交換が可能です。これだけ覚えておけばメルセデスは大丈夫。そうですね。であと気をつけなきゃいけないのは、ゴムが新品になりますとドアが閉めにくくなります。メルセデス特有の剛性の強さですね、気密性が上がってしまうので、しばらくの間今まで通りの力でやるとバタンって閉まらずにですね、ボヨーンって返ってくることがあります。それもね、新品ならではですね。はい。これで一本抜いて外れました。ここが外れると一つ危険なことがございます。ドアがいくらでも反対側に開いてしまうんですね。ですので、あらかじめ柔らかいウエストとかを挟んでですね、めくり上がりすぎないように止めておきましょう。これで安心でございます。行き過ぎないということですね。はい。で、ここから今度はゴムを外すわけです。ウェザーストリップをまず古い方を外していきたいと思います。いやーけどこれは気づかんかったなー。そういえば雨の日って一回その出張の岡山行った時にちょっと降ったけど、そんなんで水漏れなんか一切なかったんですよね。でもね、良かったことがもう一つあって、高速道路走った時に風切り音もうなくなったんですよ。だからやっぱりゴムはどっかで劣化してその隙間風が入ったんでしょうね。いやいや、これは深くということで、さっさとね、交換したいと思います。新品の方にね。はい、止まってのは押しピン1個だけなので、あとは引っ張れば簡単に古いものが取れます。で、この、ここですね、今くぐり抜けました。ここからくぐり抜けて、1本のウェザーストリップ、ちぎれてないのでね、でそれを通過させるためにあそこを外さないといけないということだけ覚えておいてください。はい、で、次に掃除もしておきましょう。
まあ、ここはゴムがしっかり詰まってた、あの溝だだけなんで、大して汚れてはなかったんですけども、まあ、こういう機械にね、サボらずに一回掃除してやると気分がいいものではないかということでやっております。まあ、この名車再生、もう完成している車とはいえですね、まだまだ、あの、問題もあったりとかするということでね、まあ、こうやって変えていくんですけども、このテストドライブをしてくれる小林さんのおかげで、まあ、助手席に乗ってるっていうから気づくこともあるんですよね。だから毎回あの人に乗っていただいてるんですけど、今回はね、珍しく、あの、さ、この水漏れてるやんとか、そういうのが出たんで、はへーと思ってね、いや、改めてこう、慎重に作業していく車に向き合うって大事なんだなと思って、見落とさなくてよかったなと思ってですね、まあ、今なお、マイカーとしてね、乗らせていただいておりますので、はい、まあ、いずれ完成したらですね、もう一度、ヤフオクに出してみたいと思います。ヤフオクの方はですね、合計6名の方からお問い合わせいただいたんですけども、6名の方、皆さんが、まあ、ファーストカーで乗りたいということで、まあ、もう少し費用なんとかならないのかっていうお話が、どうしてもね、お金の話が出てきてしまいました。で、今回につきましてはですね、まあ、お金のことについては、もう十分値引きをしている状態でお渡しする形にはなるので、あの、1円もおまけすることはできないということで、申し訳ないんですけど、結果的にその後連絡がないということで、引き続き私の車として乗って、改めてですね、商品として、誰か引き継ぐ人をヤフオクで探していきたいと思っております。まあね、こう安いって言ってくれる人もいるんですけどね、やっぱこれは車の値段の価値ってご本人それぞれの、まあ、感性の問題なので、もう安いのか高いのかって言われてちょっと私自身もね決めかねるところがあるんですけども、私のは明朗会計で数値化しておりますので、まあ、これに納得いただければこの額でも買ってもらえるのかなと思って、まあ、無理にですね、まあ、値段を下げて、じゃあもうあなたにっていうことは基本的にはしないようにしております。まあ、今までご購入された方々もですね、まあ、その熱意によって、まあ、後でいろんな付加価値オプションをつけることはありましたけども、まず買うっていうね、気持ちでやってきていただくっていうのが、この車にとっても幸せだと、だろうと勝手に考えておりますので、まあ、その辺はどうかね、ご容赦いただければと思います。まあ実際ですね、私自身の利益がまあまあないにはないんで、まあまあ、その、利益がないことを自慢しているのではなくて、ちゃんと引き継いでくださいということでございます。あの、この車を生かすためにね、やっておりますので、まあこれを乗って大事に楽しそうに乗ってくれる人がいらっしゃったら、それは一番、あの、お譲りしやすいわけでございますよ。ね。はい。ですんで、その辺ちょっとだけね、踏まえていただければと思います。はい。綺麗にウェザーストリップの交換が完了しました。古い方ですね。やっぱりこう全部外してみますとですね、下の方は全然良かった。上の方はね、やっぱりちょっともうボロ化してるっていうね。あの、ゴムの硬化、硬くはなってなかったので、しっかり止まってたんでしょうけど、だいぶ薄くはなっておるので、まあこれをいい機会に帰れて良かったなと思っております。まあ泥も詰まりやすいんでね、こういうのってね。泥とかね、砂利とかね。はい。はい、綺麗になって、今実際見てみると、さらにビチーッと締まりました。はい、やっぱ新しいゴムだとこうギュッて収まってる感じでね、この後風切り音もなくなったので、非常に、快適ドライブに向いておるというところですね。次はですね、これサービスと言ってしまってる、センターのウッドパネルですね、一番目の入るコラムシフト、シフト部分ですね。はい、1ヶ月半経ってですね、リペアで帰ってまいりました。こんなに綺麗になるんですよ。素晴らしいですね、職人さんってね。今回はね、埼玉県にございます業者様にね、お願いをして、連絡をし取り合ってですね、できたか送るわということでね、送っていただきました。こちらの費用ですね、につきましては私のサービスとしておりますので、無料でございます。まあ、ついでにですね、まあ、掃除をしながらパネルを、交換すると。どちらも純正でございます。で、今ハマってるのは最初からハマってるやつで、でリペアお願いしたのを別に、購入したんですよ。だいぶボロボロだったんですけど。で、それをそのままお出ししてですね、直していただいて。まあ、これ簡単に交換できると。で、今あるものはこのまま保管用で残しておきますので、まあ、次もう一回痛むようなことがあれば、今度こっちをリペアに出してもらえば、パネルを一時何回も変えなくてもいいやろうということで、そういうやり方にさせてもらいました。で、特にですね、メルセデスのスイッチ類は非常に、ね、出来がいいんですよね。この外すのもそうですし、スポッとはまるような形のもので、絶対に電源通してやるという根性がすごくわかるね、素晴らしいスイッチなんですよ。で、これを新しいパネルの方に、純正パネルの方にスイッチを移行します。まあね、スイッチのコード自体はね、間違いにくいように、ソケット自体がね、よくできてますので、あまり心配なさらなくても大丈夫です。で、そして何より造形美が深いのがね、これ今、新旧交換、新しくなったウッドパネル、純正ウッドパネルですね。でもこのスイッチ見てください。
ドアの向きですね、パワーウィンドウのドアの向き、左と右異なるの分かりますか。ここまでねスイッチ交換ね、あのメルセデスこだわってるんですよ。要するに1個の共用部品ではないってことなんですね。こう4つあって、左2つ右2つは同じパーツになりますけど、別々で作ってるんですよ。あのマークが違うからね、そこがすごいですよね。でこの頃のメルセデスというものはそういったところの細かいところのまでね造形深く作り込んでいると。まあさすがドイツのお車であるという、まあ日本のね人たち、非常に気が合うようなすごく細かいところまでね配慮がなされているということでございます。先ほど掃除したんですけど、またちょっとほこりが気になるなってフーフーしておりますけども、これまたねスイッチをまあこうカプラつないで終わるだけなんですけども、ちょっとこう見にくいかな、こう一個ずつズブって差し込んだらパチンって止まるんですよね。すごいでしょ。あのコネクターではめるんじゃなくて、もうほらなんていうの、もう全部電熱線みたいなの出てるわけですよね。それかもう全部ジャストフィットでひっつくと、どんなことがあっても電源通しますというようなねパネル屋になってるんですよ。さすがメルセデスですよね。まあスイッチが壊れない限りは絶対に電源が通るというね、まあそういった配慮なのかもしれませんけども、はい、まあ、非常にね一度刺したらまず外れないっていうこの安心感、もうたまらない安心感なんですね。で今ゆっくりやってるのはですね、まあ上が上部がウッドパネルになります。あんまり強く1回でバチーンって入れるとですね、パネルに傷がついたら困るので、優しくそーっと押し込むようにそろそろそろっと入れてるところでございます。やや時間をかけてやるんですけども、なかなかね楽しゅうございますね。やっぱこの一番目につく部分、これがセンターパネルね、シフト部分になりますので、ここが見てください、ほらこの色美しいなぁ。これはもう当たりですね。こういうのはやっぱりリペアしてもらうね、職人さんに頑張っていただくのが一番ベストです。で、ただね、1ヶ月半ぐらいかかりました。はい。で、最初からそう言われました。ですので、まあその辺時間をね、ちゃんと猶予を持てる方でしたら先に頼んじゃうっていうのが一番いいでしょうね。で、その時パネルを外すと、あそこがね、もうコードだらけになってしまうので、僕の場合別に、リペアしてもらう用のパネルをもう一個純正で買ってですね、でそれを直してもらうっていうやり方をします。もちろんね割れかけすべてない問題のないものなんでね、ただ上部のウッドが剥がれているとかクリアが割れておると、まあ、そういうところですね。はい。でスイッチねすべて反応がもう確定してちゃんと動くのも確認したら、いよいよはめ込みます。これ簡単です。あの4つパチンとはまるだけというね、はい、もう素晴らしい作りなんですね。これをねいろいろブログとか見させてもらうと、マイナスドライバーでこじって開けろみたいなことを書いてる方が多くいらっしゃったんですけども、まあようこじれないので、もう上手に手の力を少しずつ入れてね、押し込んだり、もしくは外したりをするっていう方で僕は対応しております。なかなかこれは効果使いにくいんですよね。で周りの縁傷つけたら嫌じゃないですか。だからめちゃくちゃこうめちゃくちゃいい塩梅で腕力でね、指力でうまくスコッて持ち上げるとね、その パチンっていう部分がねプッて浮くんですよね。はい、最後吹いてですね、優勝でおしまいとなります。さあどのぐらい美しくなったのか、これはサービスですからね皆さんね、1円も取りませんよ。もう3万何本かかってますけど、まあそれはいいとしましょう。サービスでございます。でこれでまた引き締まったでしょ、中見てくださいほら。はあ、やっぱ職人はすごいな、本当にすごい。もうこれだけでね、もうメルセデスのね雰囲気が一気に引き締まりました。ツヤっぽいね、クリアも綺麗に拭いていただいております。素晴らしいな、こう何度でも眺めれるな。そしてスイッチ類も生き生きしておりますね。左と右が異なるウィンドウのマーク、素晴らしいメルセデスならではでございます。はい、助手席から見てもやっぱりこの光沢感ですね、もうひび一つない、もう新品と同じ、ね、純正のパネルの復活でございます。費用は 33,790 円、こちらはサービスでございます。払いたいという方いらっしゃったら、もし欲しかったら今払っていただけたら嬉しいでございます。はい、次はですね、ムカサシフトなんですね。チャンネルの、視聴者さんでもいらっしゃるムカさんの最短保険が私学びに行ってですね、そのエンジン内部の掃除の仕方をね、実は改めて1から10年教えていただいたんですよ。で、それから綺麗にしましたね。本当にね、まずこれ1時間後なんですけど、めちゃくちゃ汗かいて必死で洗ってますよと。1時間目でこのぐらいですね。前にこれだいぶ綺麗になってるけど、まだまだ汚れは残っております。ただね、昔から教わったら、この髪は細部に宿るので、やっぱりエンジンなんてね、ボンネット開けた時に汚いっていうのは古いからいいよじゃなくて、
だから妥協するなと。やっぱエンジン美しいっていうのは開けたくなるんだよって。まあ、そのチェックも含めて大事なことなので、僕も改めて初心者に戻って教えてもらって、でここから一生懸命やります。はい、2時間経過ですね。さらに汗がひどいと。ね、もう、ほんま、エラーってかけますよ。これ8月やっぱちょっときついんですけど、見てください。樹脂パーツ系も含めてですね、だいぶ掃除が終わってまいりました。ボディの隙間、横隙間もね、ちゃんと綺麗に、水垢も含めて汚れも取り除いております。だいぶ生き生きしてるでしょ、エンジンね。ほら、見てください。綺麗になってきました。美しい。うん、今このぐらいやらなきゃダメだと。ということでございますね。で、しっかり私の方で手を入れてですね、エンジンの周りをしっかりと洗っていると。いうことでございます。まあ、これするのは当たり前って言えば当たり前でしたよね。はい、僕は本当にその辺が手抜いてたと言われても仕方がないなと反省しておる次第です。反省したら即実行。ね、こんだけ綺麗にしていかなきゃダメ。まだボンネットの上もね、汚れてますので、ボンネットの上も含めてですね、お掃除を続けることにいたしました。まあ、結局3時間以上かかるんですけどね。これはやっぱ大変は大変でございますけども。はい、もう長年の汚れを落としておくと。まあ、1991年の車となるのでもね、30年近くのね、ほこりが溜まっていると。まあ、ゴムの隙間まで全部洗いましたからね、だいぶ綺麗になったと思います。はい、もうすでにもうボロボロになっておりますけども、私自身はね、まあ、はい、中最後見てください。まあね、これで立派に綺麗になりましたよ、ということでございます。まあ、ピカピカですね。隅々までちゃんとやりましたしね。まあ、届かないところの歯ブラシ等でやるという、そのね、ムカサシステムで執念で、洗い上げました。はい、綺麗になりました。もう、これピカピカ、ピカピカです。美しい。うん、でもやっぱこの、綺麗っていうのがね、あと、ガスは新ガスです。エアコンは新ガスですので、しっかり効きますし、いつでも、スタンドでもガスのチャージもできます。ご安心ください。前の青いステッカーがそうですね。はい。まあ、こんな感じでね、綺麗に整いました。ということでございますね。やっぱいいな。まあ、ボーネットのインシュレーターもね、新品に交換してますので、上もまた綺麗になっておると。まあ、そういうことですね。うん、何度見ても完璧ですね。もう僕自身はもう完全にボロボロになりましたけど、はい、最後上ですね。ここもマクロ系やったんですけど、綺麗に洗っておきました。こういう隅々まで洗うということで、はい、もうまあ当然汚れがゼロではないんですけども、もうどこを見てもまあ綺麗に手入れが行き届いた、エンジン内でなったかと思います。ついでにボディの方も軽く洗っておきました。はい、以上となります。この後家主さんにね、車を入れてもう一回最後の点検に出していきたいと思います。よかったら皆さん欲しい方いらっしゃったらね、またご連絡ください。それでは失礼します。バーイ。